もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか。未来を見て点を結ぶことはできない。過去を振り返って点を結ぶだけだ。だからいつかどうにかして点は結ばれると信じなければならない。結果の平等はともかく、機会というものは誰にでも平等にあると固く信じている。私は本当に好きな物事しか続けられないと確信している。何が好きなのかを探しなさい。あなたの仕事にも恋人にも。自分もいつかは死ぬ。それを思い出すことは失うものなど何もないということに気づかせてくれる最善の方法です。量より質が重要だ。2本の二塁打より1本のホームランの方がずっといい。デザインとは単なる視覚や感覚のことではない。デザインとはどうやって動くかだ。重要なことに集中する唯一の方法は脳ということだ。我々がすることと同じくらい、我々がしないことを私は誇りに思う。私は持っているテクノロジーを全て引き換えにしてもソクラテスとの午後のひとときを選ぶね。墓場で一番の金持ちになることは私には重要ではない。夜眠るとき、我々は素晴らしいことをしたと言えること、それが重要だ。残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいか、それとも世界を変えるチャンスが欲しいか。毎日を人生最後の日だと思って生きれば、いつか必ずその日は来るだろう。1年で2億5000万ドルも失ったのは、知っている限りでは私だけだ。人格形成に大きな影響を与える出来事だった。消費者に何が欲しいかを聞いて、それを与えるだけではいけない。完成する頃には彼らは新しいものを欲しがるだろう。イノベーションは誰がリーダーで誰がフォロワーかをはっきりさせる。革新的なことをしているとたまに過ちを犯す。一番良いのはすぐその過ちを認めて次の革新を急ぐことだ。自身がクオリティの判断基準となれ。中には高い質を求められる環境に慣れていない者もいる。顧客はより幸せでより良い人生を夢見ている。製品を売ろうとするのではなく、彼らの人生を豊かにするのだ。アップル社再建の妙薬は費用を削減することではない。現在の苦境から抜け出す斬新な方法を編み出すことだ。テレビを見るのは自分の脳のスイッチをオフにするためであり、コンピューターで仕事をするのは脳のスイッチをオンにした時でしょう。海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい。誰も死ぬことなんか望まない。天国に行きたいと願う人でも、そのために死にたくはないのです。ハングリーであれ、愚か者であれ。
僕は宇宙をへこませたい。何をしてきたかと同じくらい、何もしてこなかったかを誇りたい。消費者に何が欲しいかを聞いて、それを与えるだけではいけない。完成する頃には、彼らは新しいものを欲しがるだろう。イノベーションには失敗がつきものだ。大切なのは、そのことをすぐに認めて、他のイノベーションを成功させるために全力を尽くすこと。偉大な大工は誰も見てないからといって床裏にひどい木材を使ったりはしない。従業員4300人以上を抱える20億ドルの企業がブルージーンズを履いた6人と競争できないとは信じがたい。何かを捨てないと前に進めない。金のためにやってきたわけではない。買いたいものなんてすぐに尽きてしまう。人生で何をしたいか、大学がどう役に立つのか見当もつかなかった。川を渡って別のところへ行く必要はない。向こう岸がこちらへ来てくれる。失敗を覚悟で挑み続ける、それがアーティストだ。人生には時としてレンガで頭をぶん殴られるようなひどいことも起こるものなのです。だけど信念を放り投げちゃいけない。前進し続けられたのは自分がやることを愛していたからだ。コンピューターに進んだのはやっている人がほとんどいない領域だったからだ。何が起こるかをピタリと当てることはできない。しかしどこへ向かっているのかを感じることはできる。もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか。未来を見て点を結ぶことはできない。過去を振り返って点を結ぶだけだ。だからいつかどうにかして点は結ばれると信じなければならない。結果の平等はともかく、機会というものは誰にでも平等にあると固く信じている。私は本当に好きな物事しか続けられないと確信している。何が好きなのかを探しなさい。あなたの仕事にも恋人にも。自分もいつかは死ぬ。それを思い出すことは失うものなど何もないということに気づかせてくれる最善の方法です。量より質が重要だ。2本の二塁打より1本のホームランの方がずっといい。デザインとは単なる視覚や感覚のことではない。デザインとはどうやって動くかだ。重要なことに集中する唯一の方法は脳ということだ。我々がすることと同じくらい、我々がしないことを私は誇りに思う。私は持っているテクノロジーを全て引き換えにしても、ソクラテスとの午後のひとときを選ぶね。墓場で一番の金持ちになることは私には重要ではない。夜眠るとき
我々は素晴らしいことをしたと言えること、それが重要だ。残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいか、それとも世界を変えるチャンスが欲しいか。毎日を人生最後の日だと思って生きれば、いつか必ずその日は来るだろう。1年で2億5000万ドルも失ったのは、知っている限りでは私だけだ。人格形成に大きな影響を与える出来事だった。消費者に何が欲しいかを聞いて、それを与えるだけではいけない。完成する頃には彼らは新しいものを欲しがるだろう。イノベーションは誰がリーダーで誰がフォロワーかをはっきりさせる。革新的なことをしているとたまに過ちを犯す。一番良いのはすぐその過ちを認めて次の革新を急ぐことだ。自身がクオリティの判断基準となれ。中には高い質を求められる環境に慣れていない者もいる。顧客はより幸せでより良い人生を夢見ている。製品を売ろうとするのではなく、彼らの人生を豊かにするのだ。最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。